結論から言うと、露天風呂はガラス張りになり、座って入浴した状態では景色は見れなかったのが残念ですね。ただ露天風呂の一番高いところにある4畳ぐらいの岩風呂は見れましたね、あの絶景を。ただ琵琶湖なんで森と琵琶湖を見れる感じです。ただ風情があってかなりいいと思いますね。たださっきも言ったんですけど、塩サウナがないのが残念ですね。個人的に塩サウナ大好きなんでちょっと期待したんですけど、まあ元々、このような感じですね。パノラマビューの露天風呂でおくつろぎくださいということで、もちろんご飯とかもあって岩盤浴もあって一日中過ごせるようになってます。癒し所もありますね。ただ癒し所はちょっと高いんであんまりね使用することないかと思いますけど、あとは岩盤浴は4つですね。ゲルマ棒、岩塩などなどリラックス効果、デトックス効果がある感じです。でも個人的には滋賀温泉5、6個回ったんですけど、こちらの温泉森山湯本水春が一番のおすすめかなと。ぜひ草津、滋賀の草津、大津、森山方面来た時はこちら絶対来てほしいなっていう感じです。ぜひご来店お待ちしております。ではバイチャー。